はい、皆さんアロハありがとうございます。皆さん映画いかがだったでしょうか。嬉しいです、ありがとうございます。さあでは福原さんに聞いてみたいと思います。ひばちゃんはあの仲間たちと一緒にこう頑張っていく中でどんどん成長していく姿っていうのが映画で描かれております。はい、うん、そこでこんな質問しようと思います。はい、福原さんご自身が最近成長したと感じられたことは何かありますか。最近そうですね、私この間までというかお口がお子ちゃまと言いますかなんかわさびとか本当に小さい子が食べれないあそっちか、はい、あなるほどなるほど、あ、しゃべりお口がお子ちゃまってちょっと可愛いですね。ごめんなさい、そっちがお子ちゃま、大丈夫です、はい可愛いですね失礼しました。わさびとかコーヒーとか飲めなくて今まで、味覚が、あ、そうです、味覚が、舌がお子様、うんでずっと飲みたいなとかわさびも食べれるようなかっこいい大人になりたいなって思っていて、でなんか最近徐々にコーヒーもなんかちょっとミルク入れてみたりとかして飲んでいったらだんだん飲めるようになってきて、でわさびとかもちょっとつけてお肉とかでね食べたりとか、なんか徐々に慣れていった感じがして、はい、ちょっとお口とか舌が成長したなって思いますね。はい、ですね。じゃあ一応今はもうコーヒーが飲める状況にはなってきていると。そうですね、ちょっとミルクを入れたりとかしたらでももういずれはもうかっこよくブラックで飲みたいなって思ってます。横にかっこいい大人のディーンさんいらっしゃいますけど、ディーンさんはブラックでお飲みになれてますか。そうですね、ブラックでしか飲まないですね。かっこいいエスプレッソとか、羨ましいです。あ、でもエスプレッソ飲むときは、はい、砂糖を入れるというか砂糖を食べるためにエスプレッソを飲む、みたいなとこありますよね。糖分補給ですか。まあもちろん羊羹を、あ、そうですね、あるんですけどノイズの少ない、はい、糖分補給が摂取するサプリがあるんですけど、羊羹という伝統的なサプリ、はい、でも確かにエスプレッソはなんか同時になんか本当にちょっとこう甘いものですよね、と美味しい、あ、めちゃめちゃ濃いやつなんで、うん、そうですよね。僕もたまにしか、僕は胃が弱いんで、はい、大体コーヒーはミルクを入れないと後が辛い、あ、コーヒーそうなんですね、良いお年なんで、いやいや逆に私も気をつけますもう体が老いている働く細胞みたいな、はい、いつか私もエスプレッソ飲んでみたい。ダブルでぜひ。ダブルすごいエスプレッソダブルって言ったらすごい、あ、かっこいいって思うかも、うんうん、あ、本当ですか。じゃあもうそれをいきます。ただものじゃないなって思うかもしれない、ね、皆さんもありがとうございます。よく見えてます。